こんにちは。こんにちは。今日日曜日？ごめんなさい。もう曜日感覚が。日曜日。サンデー夢にまで見たサンデーこのコロッケイオ。こんにちは。もうねもう足がもうバキバキすぎて、今トレーナーさんにねマッサージしてもらったんですけど、そう七色練習会だったんですよ今日は。でなんか20キロ走るっていうのだったんですけど、3キロ行って3キロ帰ってきて6キロを3往復プラス2キロみたいなだったんですよ。で私はちょっと12キロでねリタイアしたんですけど、初めてこんな走ったからもうね最後の1キロとかもすごかったですね。なんか体力的にはまだまだいけたんですけど、足と普通になんかずっと体調が悪くて、2週間前ぐらいからかな、ちょっとねなかなかあれだったんで、それがちょっとね発生しちゃって発動しちゃって、だからもうこれはぶっ倒れると思って次行ったら、だからね12キロでやめたんですけど、長くてびっくりしました。もうねしゃがめなかったんですよ。終わった後に屈伸しようと思ったら下がらなくて、足がもう筋も膝も全部痛くていいと思って、だからそう、でもね風が冷たくてお日様がねめっちゃ出てて気持ちよかったです。そう本当にびっくりしたね、あんな痛いんやと思って。だって12キロでさあんな痛かったらさ 42.195 キロやろ、だからまあ 3倍以上ってことですよね。信じられないですね。そうですね、すごいねえ。本当に昨日昼夜やったんがちょっとね聞きすぎてて、この前七色練習会だった時に6キロぐらいかな走っただったんですけど、それを終えた後に20キロ走ってる感覚でした、体感。アンジュさんとね走ってたんですけど、ずっとその時に走り始めてまだ1キロぐらいの時にこれやばいやつやなって言ってて、もう6キロ走った後に走ってるぐらいのね疲労感でね、だからね昼夜の後はねダメですね、ちょっと1日起きたかったですね。もうロックとかでねもう2キロぐらい走ってるんで。そうコンディションが悪かった。だったら言い訳になっちゃうけどね。なんか今まで人生で生きてきて部活やってたんですけど、部活自体は本当に何やろな、めっちゃ追い込む、部活やってた方なら分かると思うんですけど、こう体育館の端から端をこう全力ダッシュしてそれを10往復するとか、なんかコーン4つ置いて1周走って休憩して次逆回り2周、逆回り3周4周5周みたいな、そういうなんて追い込みタイプやったから長い距離に慣れてないんですよ、長距離に。だからねすごいもう未知の世界で、最長が10キロまでしか走ったことないんですよ私。5キロ行って休憩して5キロ行くっていうのしかなかったんで、自分がそんなにね今日走れるんやっていう、ほんと挑戦だったんでね、12キロがだから今のところ生きてきて最長タイムですね。
そう、短距離派なんですよね。だけど持久走とかはあれだったんですけど、でも持久走でも2キロぐらいじゃないですか、最長でも。だったらもう気合でね、あのフルなんていうハイペースでずっといけるんですけど、そうね、持久力がね大変ですね。うん、マラソンすごいですよね。もう絶対だってこの世界に入ってなかったら絶対にマラソンすることなんてなかったと思うからさ、すごいですよね。なんでマラソンなんてできんねやろうって思ってた側の人間なので、だからびっくりした。眠たい眠たくなってきた。そうそう、河川敷走ったんで、でも気持ちよかったですね。なんか少年野球とかしてて頑張ってるなーとか思って横目にね犬がねすごくあのいたんですけど、犬がすごいあの歩容でしたポメラニアンがねいたんです。モコモコのモコモコのポメラニアンがね2匹いて、あとマルチーズもね2匹モコモコのねいたんですけど、もうずっと目でもうすごい癒されました。そうそう、すごいですね本当に。そう、夜にねあのニコニコ生放送生んニコ生さんであの NMB48 のチョコレートキャンプに出演させていただくんですけど、今日の8時から10時まで、8時から10時までが私とケイトさんとミサキとでレイポンで、司会が弥生ですね。なんですよ、前半戦は私たちで、後半戦は若ぽんさんとかみかなさんとか大人組の方がやってくださるって感じなんですよ。キャンプ、そうなんですよ。そうそう、チョコレートキャンプ、チョコレートっていうことはもうね、バレンタインが近いじゃないですか。14日なので、今日が何です11日ですよね。3日後にねバレンタインを控えてるのでね、まあそういうことですよ。まあ、萌えゼリフもあるんかな、わからへんけど、なのでね、バレンタイン企画ですね、楽しみにしててください。そう、全員ね05組なんですよ。そう、2005年生まれです。同い年全員本命くれるのか、さあどうでしょう。この前なんかバレンタインのねなんか告白ゼリフ、なんか胸キュンゼリフを公演でね全体無視でやってたんですけど、私当たらなくてね良かったです。回避した、よかった。こういうのね結構ねあの狙われがちなんですけど、よかったです回避しました。チョコレートキャンプ、そうです、そうなんですよ。なので楽しみですね、そちらも。チョコレートキャンプ、バレンタインはねあの私最近ね家のねあの電子レンジがね電子レンジが壊れちゃって、買い替えたらねオーブン機能がないやつに買い替えられてて、だからもう必然的にクッキーが焼けなくなっちゃいました。悲しいね。みんなにさ本命クッキー作ろうと思ってたのにさ、悲しいね悲しいね。チョコとかなら作れるんですけど、まあ、だから作れないのでね、これはしょうがないですそうなんです、ちょっと料理できなくなっちゃったね、だから悲しいわそうよ、クッキー焼いてあげるはずだったんですよ皆さんにね
だけど。ちしさん、ちしさんはね、あのね、くれる、あの欲しいですって言ったらあげるよって言われたんですよ。東京まで来てねって言われたんで、ね、東京まで行かないとダメです。そうです、私はちゃんと昨日のね公演の MC でブレずにね、川上千尋さんって言ったの。そうですよ。みんな B2 面以外もって書いてたんで、ちゃんとはい従順に。そうですね、お腹すいたな、あなっちゃった。お腹すいた。そう、今日はねまだ朝食べてから食べてないんです。今日本当にね早かった。何時起きだったっけ。6時起きとかだったんですよ今日。7時ぐらいに家出たんで、もうお腹空いちゃった、食べてない。うん、そう、お昼食べてちょっと寝たいですね。お風呂も入りたいですね。シャワー浴びたい。汗かいたし、とりあえずちょっと仮眠をね取りたいです。昨日公演だったんでね、ちょっとハードですね今日は。うん、お昼何食べよう、何食べようか募集します。何食べたい、私が食べたそうなものを教えてください。あんまり濃いのはいらないです。そうです、なんかうどんとかがにしようかな。え、うどんにしようかなって言ったらうどんってきてんけど、すごっ。おでん、あーいいですね、いいね、炊き込みご飯、おーいいね、ラーメン、あの人類みな麺類のね通ったんですよ帰りに、なんか支店かな通って、美味しそうやったな、めっちゃ並んでてびっくりした。チャーハン、たこ焼き、肉うどん、いいね、焼肉、こそうめん、お茶漬け、うわいいな、そば、うわいいですね、ちょっとそばとかがいいです。そうです、うん、ですです、うん、人類みんな麺類行ったことないんですよね。なんか麺と小麦の可能性と出汁の可能性みたいなラーメン屋さんあるんじゃないですか。あそこ行ってみたいですね。あとなんか星と麺みたいな、やばい適当すぎてやばい。光、麺と光みたいな、ちょっとわかんないけど、あそこ美味しかったですよ。ちょっとね何も出てこないな、なんだったっけ、銀次郎みたいな名前の、あのお豆とかでね送ったことあるんですけど、そう、あ麺に光よ、そう麺に光よですとか言ってみたい。麺次郎、そう麺次郎、麺次郎、麺次郎美味しいです、めっちゃあそこね、なにわ麺次郎めっちゃいいですよ。あやかとね、みひなかなと言ったんですけど多分。めっちゃ美味しかったですねえ。スタバのさ、あのそう煮卵トッピング、絶対スタバのさ新作飲みたいねんけどさ、売り切れててずっと飲めてないから、もういいかなとか思い始めてる。なんか次桜じゃないですか、桜めっちゃ好きなんですよね。結構同期に言ったら分かってもらえない、なんか桜ってでも好き嫌いありますよね、めっちゃ。私はね好きなんですけど、そう、豚骨が好き、うん豚骨かな、でもそう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 、オペラフラペチーノ、そうそうそうです。お腹空いてきた。
あ、そうだ、昨日ね、鳥谷敬のオフトークにね出演させていただいたんです。オタクドリームですわ、本当にすごくない？だってね、夢乗せて羽ばたけよ、鋭いスイング見せてくれ、さあ君がヒーローだ、鳥谷敬、かっ飛ばせ鳥谷って歌ってたんですよ。だって歌ってたのにさ、歌ってたのにすごくない？私ね、あのちっちゃい頃すぎてユニフォームね、高いじゃないですか。ユニフォームって9000円ぐらいするんですよ、名前入りだったら。で、普通のユニフォームだったら6000円ぐらいかな。だからね、そっちにしなさいって言われて、泣く泣く買えなくて。でもね、鳥谷選手が好きだったんでね、わざわざね、一番のね、ゼッケンをね、背中に貼っつけてたんですよ。それぐらい好きで。そう、だからね、本当に感動しました。アーヤンさんも鳥谷さん推しだ。そうなんや。アーヤンさんとね、めっちゃ前に話したんですけど、半年前ぐらい、その時にね、また時間あったら阪神行こうねって言ってくださったんですよ。鳥谷さん推しだったんですね。なんとなんと。そう、もうね、本当に一番最初から好きなんですよ、鳥谷選手。もうだから、あの鳥谷選手がデッドボール受けて鼻骨折したんかなね、の時も見てたし、辛いって言いながら見てたし、その次の日にマスクつけて出てきた時も、もう感動しましたね。そんな、ね、なってるのに出なくていいのにとか思いながら見てたんでね、もう感動ものですよこれは。そう、フェイスガードやばいよね。本当に感動感動。加納さんもね、すごく優しくて、そうそうねえ。鳥谷選手はね、マジでグッズめっちゃ集めてたし、スマホリングとかもあるんですよ。よし、いろいろ集めてたから、もう感動ものですわ。両親とか親戚とかに言ったらね、めっちゃ羨ましがられました。そう。すごいですね、やっぱり。何が起こるかわからないですよ、人生ってねえ。すごいや。ね、今日の朝テレビ見てたら、ドジャースのキャンプが始まったんかな、今日から。大谷さんとさ、山本由伸投手がいてさ、すごいよね。アメリカの球場行ってみたいんですよね。なんか全然違うくないですか、日本と。めっちゃなんか池みたいな。わかる？あのめっちゃレフトの方に池みたいな山とかあったりとかして、すごいね。すごいですよね。エスコンも行きたいんですよね。でもエスコン行ってみたいな。ねえ、すごいですよね、いろいろ。歩けるかな、ちょっと歩ける自信がない、帰り。足が棒なんです。エンゼルスのスタジオ、いいな、すごい、いいですね。ね、もう今日からですよ皆さん、12時から阪神の公式戦のあのチケットが発売ですよ。取りましたか？私はまだです。
いつ行けるかね、わからないんでね、取れないんですよね。取って行けへんかったり行けへんかったりって感じなんですけど、オープン戦もそうなんですよね、公演とかあったりしてなかなかね。そうけど何日かはね行ける日ちょっと確定してるんで楽しみですそうそうねえ誰に注目してる？でもルーキーの選手もすごい期待値高いしいいんですけど、誰やろうな。でもやっぱ門別選手は、まあ、格別なんていう、別格じゃないですか。全然一軍でも登板できると思うし、すごいなって思うし、でもルーキーの選手もねいいですよね、気になりますね。キャンプにね行ってないんで何もわからないんですけど気になりますね。ねえ、確かに2年目のあの森下選手にもちょっと注目ですね。今年がどうなるかっていうのが楽しみです。もっとでもすごくなるんやろなって。あ、野口選手ね、育成からそう支配下になってめっちゃパワーあるからもうバコバコ打ってましたし、そうそうそう、あーいいですね。ねえすごいよね野口選手。うん、パワーがある。めっちゃ体格すごいですよね、ごついっていうかちゃんとしっかりしてて、すごい、ロバットへし折ってて、すごい、うん、井上選手ね、確かに。でもあの大竹投手と村上投手も結構気になりますね今年。去年がすごい良かったじゃないですか、今年どうなるかっていう。でもそのまま調子上げてくれそうだし、あとはそうですね、誰やろう、ルーキーそれこそシーバー投手とかそうやしね、すごいですよねドラフト3位のさ、誰だっけ、今日の紅白戦に出るかもみたいな言われてたさ、山田選手も気になりますね。高校野球見てたからさ、すごいあれだったんでね、楽しみですね。うん、すごいね、楽しみです。優勝した次の年ってやっぱすごい期待値高いじゃないですか。そう、仙台育英のね、楽しみですわ。高橋遥人投手もね、もう怪我復帰で結構投げれてるって聞いてるんでね、もうそろそろね来るんじゃないかと思って楽しみですわね、楽しみ見ていきましょうね今年も。今年は野球も行くのはもちろんなんですけど、今年の目標はゴルフをねちょっとね やりたくて、ゴルフであのラウンドを回れるぐらいになりたいです。ラウンドを回れるようになるのが今年の目標です。スノボーもね行きたかったんですけど、ちょっと時期をねちょっと見過ごしちゃったそう、スノボーをしたことなくて、いや難しいって言いますよね。うん、スノボーしたい。スキーがねやばすぎて、もうなんか修学旅行かなんかスキー合宿みたいな時でしかやったことなくて、もうリフトの怖い思い出があって、リフト降りるじゃないですか、そしたらね友達が目の前に止まってて、そこに追突していっちゃってっていうちょっと嫌な思い出があるんですよそうです。サッカーも見に行きたいね、
サッカー野球ばっか見てるからサッカーも行きたい。なんかサッカーを球場であんまり見たことがないからちゃんと見に行ってみたいですね。いいですね。ね、スキーってさ意外とさめっちゃ重いじゃないですか。あんなに重いんやと思って、靴やし、あと砂じゃない、雪がさめっちゃ滑りすぎてスーっていっちゃって全然身動き取れへんくてめっちゃ怖かった。スノボできる人、パナソニックスタジアム、パナソニックスタジアム行ったくない？行ってないか。パナソニックパンサーズさんとねスポキンでご一緒した時にね行ったんですよ。違うのかな。1時50分です。2時から公演が始まるからそれまでには終わってご飯を食べたいと思います。この前ねコラブさんのライブに行ったんですけどっていう話をねしてたんですよ、昨日メイク室で。そしたらメイクさんがねそのイコラブさんのライブのメイクについてたみたいで、あメイクしてたよとか言って、みたいな、どういう世界線みたいなすごい斉藤キアラさんのねメイクをしてたらしくて、みたいな、昼公演ツインテールで夜公演あのクマちゃんみたいな部屋してましたよねって言ったら、怖いすぎやろって言われましたねえ、そんなことがやっぱ起こりうるんですよ、すごいよ本当に、めっちゃ楽しかったです。席がめっちゃ良くて、こうアリーナのね A2 だったんですけど、結構席あなんてやろ列は後ろの方だったんですけど、横がねこうあのスタトロかな、トロッコが来るんですよ。でなんかあの曲によっては車でねこう運転してきたりとかして、めっちゃもう端だったんです本当に、このブロックの一番端だったんです私が。だからめっちゃもうここに来てみたいな、やばいって思って、そうレッスンもらいました。乃木坂さんのねライブ行ってた時に作ってたボードをね持ってったんですよ、ハートしてみたいなやつしたら、あの山本アンナさんと斉藤キアラさんにねレッスンいただきました。そう通路側ほんまにいいよね、たまらんよマジで。でちょうどねあのメインステージと花道があってバックステだったんですよ。でバックステもこう開けてるんですよ私の席から、だからそこバックステの角が私のこの対角線上にあって、そこに誰も人がいないみたいな、だからもうレスもらい放題みたいな、もうとんでもない席でしたね、やばかったです。メインステも普通に見えるんですよ肉眼で、だからもう最高最高でしたわしっかりおたかつしましたね、もう可愛すぎて山本舞香さんがね、本当に山本舞香さんって言っちゃったよ山本アンナさんと混ざっちゃった、佐々木舞香さん推しなんですけど私ね、いいですね本当に。だから私からこうやっぱなんて言うやろ、ファン側になるじゃないですかそういう時って。でこうステージを見た時に、あこれって見えてるんかなとか思って、私に向かってやってんのかなとか思っちゃったんですけど、私がステージ立ってる時はもうめちゃめちゃ見えてるんですよ席やし、あなたに向けてやってるよって思ってやってるけどこう伝わらへんねんなっていうのが結構分かったんで、もっとね分かりやすくした方がいいかなって思ったりとかいろいろ考えながらそうだからもうなんかねアイドルになってから見る視点が変わっちゃって、ライブに行った時も純粋に楽しめなくなっちゃいました。マイクはこのマイク持ち替え大変そうやなとか、この移動めっちゃ大変そうやなとか、ここの曲でこっち行ってこっち行ってとか、ここ今裏で着替えてるやろうな急いでとか
めっちゃ考えちゃってダメです本当に。ちょっとね純粋で、そうレスの確信持ちにくいから、だからね分かりやすくレスするので、だからほんまにもうこれ私にやってんのかなとか思っても絶対にあなたに向けてやってるんで、本当に今目合ったとか言っても絶対違うやろとか言われても、友達とかにね合ってるんですよそれは。だから思い込んでください皆さん。だからね本当に見えてますよからね、ステージの上からはめちゃめちゃ見えてる。スタンドとかでもねペンライトめっちゃ見えるんですよ。なんかうちわとかよりスタンドだとペンライトの方が見えるんで、だから青々だしその単色じゃないですか、だからめっちゃ見えるんでね振ってくださいぜひ。結構ねみんな見てね手振ったりとかしてるんで、だから見てくださいね。公園もね最高列までちゃんと見えてますよ。最高列まで見えててさ、最高列にレッスン送ってもさ、その後に公演のレポとかでさ最高列やったからレッスンもらえへんかったとか送ってたよと思ってそうそうですよ、だからね気抜かないでくださいねめちゃめちゃ見えてますから劇場なんか特にどこでもね見えてますからね。わ、え、待って取れてんけど、ありえへん、やばいやばいやばい、見て、やだ取れちゃったこれ悲しいアンジー B さんの服なんですけどこれ取れちゃったよやらなな生写真とかもね久々に買いましたね。開封して弥生とさ一緒にはいとか言って1枚目とか言って、私の推しは出なかったんですけど弥生のね推しが出たのでね、ここはねもうねやっぱり優しい心でこのオタク仲間のねこの優しい心であげました。2枚ともよりとちゅうが出たんですけどあげましたね。そうよアクスタも買ったしねえマジで神です本当にレスもらった時の反応の仕方、でもなんかまあ喜んでるんやろうなっていうのはね大体わかりますね。結構ねニヤってしたっていうのがねわかるんで、ペンライトとか振ってくれたらね嬉しいですね。でもなんかうちわとかわみたいな気づいてくれてるんやなっていうの。そうそう57分、じゃあちょっとランキング見ますね。13位チキン南波さんありがとうございます。12位グッチさんありがとうございます。11位炭酸せんべいさんありがとうございます。10位歌川さんありがとうございます。9位トミーさんありがとうございます。8位ミノルさんありがとうございます。7位しおちさんありがとうございます。6位くつひもさんありがとうございます。5位中島よっしーさんありがとうございます。4位レモン78さんありがとうございます。3位ダンさんありがとうございます。2位サケショさんありがとうございます。1位ハットのおさんさんありがとうございます。ありがとう。七色練習会来てくださった方もねいらっしゃると思うので休んでください。ちゃんと本当に明日動けへんかもしれへん、歩けへんかも、もうすでにこの足のねここの部分がねもうちょっと歩いてみます。やばいかも、足の裏という裏が昨日の公園でもうねお尻の裏のらへんの筋肉がね全部ねもうやられたんですけど、もう下半身の筋肉が全部ねちょっと大ダメージを受けてますので、ゆっくり休みたいと思いますバイバイ、ありがとうございました。また8時にお会いしましょう。ニコ生さんでキャンプしましょうね、バレンタイン。ありがとうございました